自分らしく素敵な毎日を送るため、あなたの女子ライフをサポートします。今日の女子ワードはこちら、生理痛。今回も福田病院産婦人科医林京子先生です。生理の悩みは産婦人科に相談できる？確かに産婦人科の敷居は高いと思うんですけれども、自分一人で悩むよりもこういう原理なんだよということで話を聞くだけでもですね、気持ち的にもだいぶ違うと思うんですよね。基本的にはどんな時でも診察は可能なんですけれども、やっぱり出血が多くて抵抗がある方は別に生理中じゃなくても構いませんし、もしその実際にどれくらい痛みがあるとかいう症状が見えるので、まあ、痛い時に来られても全然構わないんですけど、子宮がん検診とかを希望される時はですね、生理中で出血が多いと正確な判断が出なかったりしますので、来れないという方も中にいらっしゃるので、全然症状がない時でも構いません。下腹部痛がだいたい右側が痛いとか左側が痛いとか、あと排便の時にちょっと痛みを伴うとか、生理痛以外の時も痛いとか、そういうのを教えていただけるとなんとなくこう分かってきます。生理痛の受診についてアドバイスをお願いします。まずお話をお聞きして、その抵抗がありなしでやっぱりこうちょっと内診台に上がるのは抵抗があったりされるので、そこは配慮して、お腹の上からも超音波はできますので、下からこう内診とかした方がはっきりはします。で、子宮の状態と卵巣の状態を実際に見させていただきます。でどうしても抵抗がある方は MRI とかね、画像診断もできますので、そこを相談してもらったら大丈夫かなと思います。生理の量って出血が多いんですっていう来られる方もいらっしゃるんですけど、人と比べることができないんですよね。だからお話を聞いて、例えば希望があれば採血とかもして、実際に本当に貧血になってるのかっていうのも調べられるし、実際貧血はなくってそれくらいの出血は普通なんだよっていうお話をすることで、すごく安心して帰られる方もたくさんいらっしゃるんですよね。なのでもう全然普通に気楽に相談に来てもらって構わないです。毎月やってくる生理の痛みや悩みについては、一人で悩まずにぜひ産婦人科に相談に来られてください。女性特有の症状や悩みの改善は将来の妊娠・出産にとって大切です。かかりつけの産婦人科を持ち、気軽に相談しましょう。自分の体を知って素敵な女子ライフを。